どう、これはスムーズなんじゃない？始まってます。あ、そう、通知がちょっと遅れてくるんじゃない？いけるでしょ。繋がってるでしょ。繋がってないの？まだ来てないですね。あ、来た。これはいけてるっしょ。これはスムーズじゃない？止まってる？いや、動いてます。これが出るじゃん。じゃあ始めましょう。はい、いいですか？はい、まあ、いきますか。おどめ N スタラジオ。このラジオで今日はダンススタジオへの高い動画をお送りします。始まりました。はい、どうもこんばんは。97回目です。97回目の放送でございます。はい、え、97回目の放送ってことはあと3回で100回ですね。100回ですね。100回ですって、このしょうもないラジオ。さあ、はい、この1週間ね、いろいろありましたけど、はい、お便りニュージャックスイングさん、もうすぐ100回ですね、はい、っていう。うわ、ありがとうございます。嬉しい。で、なんかね、元気の玉くれました。はい。で、どんどんチャチャさん、はい、記念すべき100回目の放送、今から楽しみです。お、みんなやっぱついに100回へのね、期待を込めて。実はこのどんどんチャチャさんとニュージャックスイングさんしか楽しみにしてないけど、100回を待ってるよっていうね、熱いお声いただきましたよ。嬉しい。嬉しいですね。ありがとうございます。100回をね、待ってるという人が何人ぐらいいるのか知らないですけど、はい、そのようなね、待ってるよっていう、嬉しいですね、100回待ってるよっていうようなね、お声もいただいてます。熱いメッセージを上津さんが聞いてますね。どうも。さあ、ということで、このね、しょうもないラジオ、しょうもないラジオ、ちょうど1年ぐらい経つんですね。あ、そうなんですね。11月15日ですって。ああ、ちょうど、ようちょうど1年前、1年記念とね、お送りしてますけどもね。これ今放送はスムーズにいってるでしょうか。ちょっとあんまよくわかんないんですが、ね、ええ、はい、今日もスタジオからお送りしてます。はい、どうもです。ちょうどね、ダンススタジオ N 高井戸はオープンからもうすぐで2年を迎えようとしておりますけどね、この厳しいご時世の中ね、はい、本当にいろいろなことがありましたけどね、無事2年間やってくれてること、本当に皆さんのね、はい、応援あってのことだと思いますので、はいはい、本当に感謝、感激、雨嵐ですね。さあ、ということで、100回で特にね、お便りは来てませんが、はい、今回は何かありますか？100回に向けて。100回に向けて。100回に向けて。まさかこんなに続いていくもんだとは。そうですね、はい、こんなに続いていくもんが、まあ、勝手に我々が続けてるだけなんで、ね、誰も期待してない可能性はあるんですが、すで、はい、にね、もうちょっとで100回大台ですね、うん、迎えようとしてますけどね。いろいろなお話がね、もっと2回目か3回目ぐらいにお客さんが登場してくるんですよね。2回目とかじゃないですか、最初ね。はい、うん、いや、懐かしいですね。懐かしいですね。急にこれを回し始めたんですよ、最初。そうね、はい、キーボード喋るよみたいなのが始まって、そう、ラジオやりたいなっていうことね、いやでもね、このラジオでの喋りが、はい、やっぱオンラインレッスンで生きてるなっていうのを感じますよ。そこに繋がってるんですね、オンラインの、はい、やっぱりそのね、画面に向かって喋ったりとか、はい、こうね、なんかトークどうしようかなっていうのね、はい、いい横練習になったなっていう、なるほど、まあ、感じますよ、はい、そうですね。ぜひね、エスフォルターオンラインレッスンの方もチェックしていただければなと、はい、思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、なんかありました、この1週間。今週1週間は、今週1週間どうでしたか。もう11月も終わろうとしてますけどね。いやー、本当にいろんなことがありましたね、2021年の11月。うーん、あっという間だね、本当に。あっ
っという間でしたね。11月なんかあっという間だね。同じことずっと言ってね。PO ショーケースオツでした。あ、お疲れ様でした。あやちゃん、ブラックフライデーで何か買い物しましたか？買いました。これ買ったんじゃない？買ったじゃん。いや、ギャップで買った。ギャップで、あとアディダスも買ったよね。はい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 。あとね、アマゾンも買ったよね。結構買ってるじゃないですか。一番買った買った。一番買ってるじゃん。買わなかった、むしろ。何も買ってない。買ってない買ってない。今のところ。でもそろそろ欲しいなとは思います、ね。そろそろだってもう終わるよ。今日サンデーだから。サイバーマンデーで終わりなんじゃない？なるほど。うん。じゃあ明日ですね。全特価で。全特価。あ、全特価。全特価。早くね。すぐれなんか買ったのよ、服。そうなんですよ。このご時世で。いやいやいや、ね、お前なんか、ちげえな、レパートリー変わってたみたいなやりとり先週あって、ね、で、すぐるさんみたいな、はい、だから、すぐるのまあ仕事からね、はい、あんまやったなと、くすれただろうっていう、まあ、すいませんね、こう関係ない話してあるんですけど、それで、希望がまさかのね、はい、やったでしょ絶特価へって絶特価へって、特価へたでしょって言ったら特価へたっていうのがすごいいいフレーズでね、全特会でしょ。全特会ブームが来てます。特会でしょ。特会ってましたから。特会たでしょって言わないもんだから。言わないね。ダウンにリュックにズボン全部細いズボン入ってる。そうですよ。特会たでしょ。全特会してましたからね。言いましたよね。だから特会たんじゃないですかね。11月は特会た。なんか恥ずかしいわ。いやでもまあそうです、ね。恥ずかしかったですよ。普段全特会。そうね。そう、全特会。まさに。全特会っていう。全特会ね。パワーワード。全特会。あとは何か買いました？はい。買ってない。買ってないかな。買ってないね。クリスマス近づいてますけど、なんかクリプレは？ああ。自分にご褒美的なのかないですか？なんでしょうね。欲しいもの。スカルプD以外で。あ、でもリアルにシャンプー最近買った。お、お。本当に？全特価。ちょっと待って、こっち。全特価。全ハイハイです。もう髪の毛ぐらいですかね。髪の毛か。もう、いや、いいよ、どんどん言って。お客さんの前でそれ言ったら、うん、先生、ついにそういうこと言うようになっちゃったおい、ここまで言われてたそう、あまりやめた方がいいよ、そういうキャラじゃないんだったら。いやいやいや、いいよ。そういうんじゃないんだったらやめた方がいいよ。なと思って、自分から。ね、そういう、なんかそういうキャラじゃないんだったら。いやいやいや、白赤染めもしていこうかなと思って。お客さん泣いてる人とかいなかった？いないですよ、大丈夫です、大丈夫。そういうキャラじゃないじゃんっていう。いやいや、もう、いや、もうそれこっちはもう汚れでやってますから。そうですよ。何でも言うよ。そうですよ、何でも言いますよ。一回こう、軍パン履いてってさ、軍パンっていうか、はい、名作見て、はいはい、トイレでおしっこ引っかけちゃったら抜けちゃったら大変だからみたいなこと言っちゃったもんね、レッスンでシーンってなったけどねこの手の色は危ないですよねみたいな気付けないとみたいな。いいね、そういうの僕は好きだよ。わかるでしょ、ピッピね、うん、ピッピね、ピッピで失敗すると、失敗すると危ないから、まあまあありますからね、レッスン前って危険ですよね。ピッピがね、ピッピがね、ピッピがついたら全特価だからね。ズボンの全特価はさ、不可能なケースだからない時あるから、全特価が全特価入れないじゃんね。いまだにいろいろあれなんですか、なんかこう予備で持ってくんですか、ウェアとか。今もうね、全然、一時パンツまで買い持ってたよね。ああ、なんか言ってましたよね。そう、もう今全然、もう本当に T シャツだけ、はい、T シャツだけ、なんか、やっぱ結局さ、はい、重たくなっちゃうじゃん。そうですね。マイクベルトとかもさ、はい、最初はさ予備とか持ってたんだけど、どっちが使ったのか使ってないのかもう分かんなくなっちゃったもうやめようかなみたいな、だんだんそのミニマム化してって、昔さすっげえでっかいリュックもさ持ってましたね。そうでしょ、うん、どんどんちっちゃくなる。そうそう、どんどんちっちゃくなってるね。ヨガの先生とかさ、もうハンドバッグ1個がいくじゃんいや、そうですね。あら、あのところまで行きたいよね、最終的にはさ。あ、いいよね、身軽ですよね。もう手ぶらで行ってさ、いや全特化してください、手ぶら違いですねみたいなね感じでね。お前誰も突っ込まないから自分で突っ込むしかないじゃん。まあでもね、はいはい、本当に寒くなったからね。そうですね、ちょっとそのダウン忍ばせて行ってって感じかな。まだでもね、チャリもありますもんね、寒くてもね。別に寒いからチャリ乗らないなんて選択肢ないですもんね。
すごい、なんか今日多いね。そうですね、本当だ。もう10人だ。ありがたいですね。手袋とかつけるんですか？手袋はね、指出しのやつね。あーあーあああ、うん、何ですね。いや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 、そうですか。聞いてみようかなと思って、いろいろ。先週まで半ズボンだったもんね。そうですよ、先週雨の半ズボンじゃなかったっけ。サンダルではありますよ、基本。サンダルか。サンダルだよ。サンダルだよ。今でもサンダルなの？今でもサンダルだよ。今でもサンダルなの？サンダル。あ、サンダル。出かけるときはちゃんと靴履いておくよ。はいはい、そんなに非常識じゃないよ。もうさすがにそれはないわ。もうおじさんでもだって危ないじゃん。スタジオはサンダルですね。まあでももう年々冬の寒さダメね。ダメ。昔寒いのとかへっちゃらだったけどさ。温まるまでがやっぱ大変ですね。皆さんどうですか？なんかこの寒い時期ってやっぱり食っちゃうでしょ。あ、食いますね。危ないよね。食う。最近ハマってるものがあってさ。はい。グミから変わったんですか、またさらに。グミじゃないよ。はい。ゆかりって知ってる？ゆかり、はい。かけるゆかりですか？ゆかり。はい。かけるゆかりがいいな。あのゆかりさんの方。ゆかり、かけるゆかりと。はい。あ、内藤ゆかりさんじゃなくて、お前の話は知りません。すごいこと言うな。バンです。バンだよ。で、ゆかりさん、ゆかりさんと、なんかあかりとかさ、はい、何種類もあんの。はいはいはい、なんか緑、ヒロシみたいな。はいはい、ヒロシ。そう、ふりかけ、はい、で、それの明かりってのがあって、オレンジ色のやつなんですけど、はいはいはい、それがね、あれなんだよ、明かり、これね、マジでうまいから。いろんなシリーズあるんですね。明太子ふりかけなんだけど、その乾燥させた明太子のシリーズ。乾燥させた明太子、はい、ふりかけじゃなくて乾燥させた明太子で、それを白米にかけてもうまいし、はい、まあ、俺今オートミールでかけて食ってるんだけど、すげえ種類あって。ありますあるでしょ、梅子とか。梅子とかあるでしょ。香り、あかり、ゆかり、ひろしってない。ひろしあるでしょ、はい、そう。だからちょっとね、それあかり、100円なんだよね。ピリ辛たらこ。そう、それで、ね、それも茹でたパスタに混ぜたら明太子スパゲッティになって。何これ、誠違う方出てきた。パロディーズ、パロディーズ、氷室ホテル。だからそれちょっとおすすめですよ。ヒロシ香り、ぜひね、はい、最近のご飯のお供にね。へえ、ということで、はい、今日の一言、はい、ブラックフライデーまだ間に合うよ。なんかで見ましたね、確かに。こんなのあるの。今度買ってみようと思いますっていう。あやちゃん、ね、これ95?7 です、ね、なるか、ごめん、98です。97、あ、すごいね、なんか食べ方いろいろあるんだね、これね。食べ方いろいろあるのよ。ピザにもかけたり、あ、野菜スティックの何かも。ディップ行くよ、はい、行くよ。踊れ N スタラジオ。このラジオの提供はダンススタジオ N 高色がお送りします。はーい、どうもー。さあ、ということでね、98回目。はい、98といえば何ですか。98といえば、うん、100円ショップ。マジで何98といえばさ、はい、背番号ですか。日本が初めてサッカーワールドカップに行った98年のフランスワールドカップだよ。わかんないよ。98といえば、98といえば、知らない。98、 Windows 98、 Windows 95とかじゃない。95とかじゃない、流行ったのは。1998年、やっぱね、ワールドカップに初めて出たんですよ、フランス大会。はい、その時優勝したのはどこですか。フランス。誰、エースは。トッティ。違うよ、それイタリアだよ、それ。ジダン。ジダン、キーボード大好きなジダン。はい、ね、ちょっともうなんかもうそこにオチを持っていくそれはさすがに。最初ね、アルゼンチンってやったのよ。はい、エースは中山ゴンよ。はい、中田秀がいてさ。中山、懐かしい。それで相手のエースは、はい、
バティストゥータ。バティストゥータ懐かしい。聞いたことない？名前ぐらい。金髪のロン毛のさ、ワールドカップオルテガっていう10番がいてね。はい、だね。知らないでしょ。知ってる知ってる。本当に？名前だけ知ってる。それでやって1対0で負けてね。で次クロアチア、相手はシュケル、得点王だった人たち、はい、でズボニミル・ボバンってね、はい、やるわけよ1対0で負けるの、はい、最後ジャマイカ、はい、これなら勝てんじゃないかっつったら、はい、3点バカバカバカって入れられて、あでまあ1点だけね、あの点数ゴンが決めて3対1で負けて帰るという、そういうね3敗で終わったワールドカップなんですけどね、はい、で今、はい、そっから98-2021なんで、はい、23年後、はい、ワールドカップ出れないかも、それまでずっと出てるのにね、うん、今非常に厳しいワールドカップ予選戦ってますけどね、うん、どうなんだ今。その時って海外でヨーロッパでプレーした選手って、はあ、数が一回イタリアに行ってセリアってとこで、はあ、デビュー戦でバレージっていう選手がいたの、フランコ・バレージってイタリアのセンターバック、はあ、いきなりバンって当たられて鼻ほすぼれちゃって、うわで退場になって、はあ、それ以来行ってなかった。でも98年のワールドカップで、はあ、中田秀がイタリアに行くんだよね、それでペルージャっていうチームで、はあ、一番最初にユベントスっていう前年度のチャンピオンと弱小チームのペルージャが戦うんだよ、はあ、そこでゴール決めるの中田が、はあ、相手チームのエースは誰、ジダン。そう、キーボード大好きなジダン。ジダンのチーム相手にね、これ言いたいだけじゃない1点決めるわけよこれ大それで鮮烈なデビュー、デビュー、まあ、デルピエロとか言ったんだね、名前聞いたことない、それで、まあ、中田が有名になって、うん、それから今ついにねレアル・マドリードに、うん、久保君が在籍したりとかね、はい、とんでもない時代が来るなんて誰も想像しなかったよ、はい、それぐらいこの24年間っていうのはね、日本のサッカーにとっては大きな、うん、歴史のね、24年間だったんですよ。すごいね、じゃあね。そう。そうなんです。で、まあ、レアル・マドリード久保君がいた時のね、はい、監督、うん、名前誰？ジダン。そう、キーボード大好きなジダン。絶対でももうジダン、すでにね、監督辞めて、うん、マスケ。あ、そうだね、辞めたね、なんか、ねはい、言ってた。今でも時期ね、マンチェスター・ユナイテッドっていうチームがあるんですよ。はいはい。デビッド・ベッカムとかいうチーム、はいはい、そのチームの監督に名前が挙がってるのは誰？ジダン。そう、キーボード大好きなジダン。またマンチェスター・ユナイテッドの監督になるんじゃないかって言われてますね。今あのオレ・グンナー・スールシャールっていうね、あのノルウェーの選手が、はい、元監督、元選手が監督やったんだけど辞めちゃったんでね、へー、今新たにジダンに白羽の矢が立とうとしてるというところですね。あ、じゃあ今なんか面白いね、じゃあタイムサッカーはね、はい、最近あんまりチェックできてないんですけどね。あ、日本人選手普通にヨーロッパで活躍してるから、うん、活躍っていうか普通にいるんだよね、うん、あのトレンドとして安くても献身的に働く選手として、はい、例えばアーセナルってちょっと一昔前だったらもう最強のチームに普通に冨安っていう選手がいたりとか、うん、本当にね信じられないことになってるんですけど、ね、あまりそのサッカーでこれっていうスーパースターがいないのね。ホンダみたいなさ、はいはい、なんか中田みたいなキャッチーな選手はいないので、ね、それでもね、あと昨日ヤクルトスワローズがね、あ、そうですね、優勝しましたけど ね、 優勝しましたね、監督が高津慎吾、はい、元ピッチャーで、はい、ヤクルトのね、はい、で高津で今日ハムの監督が新庄、はい、で今解説やってるのは古田、うん、それであの何ですかね、あれなんですよ、結局ノムさんの教え子ばっかりの監督がね、ああそうそうそう、だからあの野村監督亡くなりましたけど、うん、あのいいんだよね、野村監督の教え子たちが今監督として活躍してる、うん、っていうのをやってましたね、テレビでね。面白いね。面白いよね。ね。だからまあ見てたバリバリの世代の人たちが監督になってるからね。いやー、いろいろ変わってきますね、本当に。変わってますね。そう見ると面白いね。いや、一個気になることがあるの。じ、あ、うん、あの、じなんじゃないよ。カズ。はい。55歳。はい。なんか今、横浜 FC って今度 J2 に落ちちゃったのね。はい。でも1年間で1分しか出てないのよ。試合に、もうさすがにさ、55歳って、まあ一部そこそこアジアの強豪国の一部リーグではちょっと厳しい年齢なんですよ。だからちょっとまあ J3 なのか JFL というもう一個下のね、リーグなのかに移籍しようかなという話になってます。実際ね。で、先日ライジン、はいはい、沖縄大会ってなったんですけど、はい、ボビー・オロゴンが出てたんですよ。はい、うん、
53歳って言ったあらボビー55って言ったかな。へえ。頭突きの字だとか言ってだから、はい、あれを見るとあのボビーとカズで見たらボビーめっちゃ若いなと思ったの。ああそうですね確かに。そうもちろんカズ体すごいけどやっぱ白髪だしさ。うんボビーってあのサンマの番組見てると変わんないもんね。全くね。っていうね。50代なんだ。ジダン頭突きね。本当に頭突きしちゃったのよ。知ってる？ジダンが2006年かなイタリアが優勝したワールドカップ。はい。決勝でね。はい。ジダンが頭突きになる。あのイタリア人ディフェンダーの。誰だったっけな、マテラッツィ、はい、これねそのペルージャンの時の中田のチームメイトなのよ、マテラッツィはインテルに行ったんだけど、はい、マテラッツィにずっとね嫌味言われてたんで試合中に。でお前のお姉さんはちょめ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 みたいな侮辱発言でブンってヘッドバットしちゃった。はそれで、はい、あのなんていうの退場になってね、はい、あのトロフィーの横を横切って退場していくシーンっていうのがあるんだよ。はイタリアが優勝するんだけど、はい、そうやっぱ相手をイラつかせるっていうのも有効なあれなんでね、サッカーに関しては。だからまあダンスもねたまにそのレッスンでね結構うまく踊ってる人の横でねちゃちゃいるんヤマさんなんとかだよねと失敗するじゃん、はい、自分がうまく踊るっていう、はい、使うとこう立てるそのうちこうヤマさんがヘッドバットしてくる可能性がねあります。あるね、うん、たまにこのあやちゃんにしてもね、はい、ちゃちゃたまにほんまにイラついて仕事が忙しかっただけですたまにねこういうやりとりしますよ。やっぱこっちも勝負なんでね。そうですね。インストラクターが一番いい映像を言ってないと、はい、負けられないするんで、ね、負けられない。そういったことをやりますよ、はい、ただね、はい、ちょっかい出す割に間違いまくるインストラクターでもいてね、うちのおすすめインストラクター相田鶴さんです。どうも。平気で止まるっつって。そうなんですよ。そう平気で止まります。信じられないでしょ、ええ、平気で止まる。でこう後ろ振り返って確認するっつってましたもんね。そうあってはならない。だから皆さんの方がうまいもんね。いやなんかねこのもう笑えないレベルでやると。もちろんね規模もやってるって、はい、僕も規模やってますよ。そう、はい、聞いてますよ結構ね。間違いです。でもなんか動揺させようと思ってやっぱ動揺しちゃいます、ね、まあ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 ね、はい、あれでしょう、ええ、僕もね、まあ、別に間違えるというのは悪いことじゃないと思うんですよ、はい、間違えるのは悪いことないんじゃないんだなと思うんだけれどもね。最近仕事が忙しくて時間後に反応したんですけれども、まあ分かって、まあ、それ気をつけてねやっていかないといけないんだけども、まあね、カウントが嫌になってあれまだ振り間違えないで思ってるんだけど、あれあれ最近ハマってる YouTuber がいてね、ビッグヒデっていう、ビッグヒデ、はい、ビッグヒデ山岸秀忠ボディービルのね YouTube、はい、ぜひねチェックしてみてください。はい、ビッグヒデ全然関係ないと思うんだけど面白いよね。面白いね。間違えると隣からよっしゃって声が聞こえてきます。これでさ花ちゃんもねたまにこうねノリノリだとちょっとね、はい、あのちゃちゃいるんですか。なんだこれ邪魔してやろうというね気になるわけでね。まるちゃんの自分が勝ち目ないハウス最近休むっていう、ね、ハウス逃げるのね。あれこいついよいよ理由つけてね。あれでヒップホップの時だけね、はい、来るの長者顔でねハウスなんてちょっとすいませんあのちょっと用事で逃げる。あ、ひろみさん、あ、ひろみさん、すぐるさんです。あ、こんばんは。ひろみさんでしょ。ひろみさん言ってんだよ、なんであんなライブやってんの、10人ぐらいしか見てないじゃん、 BTS だって何万人も見てるよって言うからBTS と比べないでブラックジョークと BTS を比べちゃう。一緒にしないでよBTS だって何万人だよ考えてよ。うちのテヨンとね、知らないけど、知らないやつ、テヨンとボンとメンバーわかんないですけど、シン知らないけど、ラーメンかどうか、ちゃんと事情があるんです。怪しいよ怪しいよ、ちゃんはな。そのね、苦手意識を克服してるの大事だよね。キーボードだってハウスあんなに罵倒されながらね必死練習したんだから
だって自分で言ったんだよ、うん、俺ハウス得意ですから。いやいや、さあ今日の一言、はい、お願いします。寒い日が続くから気をつけてね。って感じですかね。はい、何回目今日？98ね。98です。次回2本撮りでいいんじゃないこれね。ということでね、はい、まあライブ放送これまだ見てくれてるんですね。11人もありがとうございます。今回はじゃあスムーズにいってるってことですね。なんとかね、そうですね。いや、みつおさん今日ありがとうございました。ほんとね、スキーボードレッスン来てくれた？みつおさん、あ、昨日はあれでしたね。はい、何でしょう、なかったです。レッスンな、レッスンない。はい、なんでない？あの発表会をやってました。あ、そうか、はい、なんかブレイクダンスの練習してたって。あ、そうなんですよ。そう、いや、なんかユニゾンが今回ブレイクダンスだったんで、あ、ちょっと頑張りました。え、ブレイクもできるの？いやいや、タキケファロサウロスなんでね。あ、で、言うからやめて。バキケファロサウロス、バキケファロ、バキケファロサウロス懐かしい。言うのよ、またこれね、バキケファロサウルスってのがいてプレミア30、ありがとうございました。あ、今日のレッスンね。プレミア30だったんですか。プレミア30ね、はい、フリースタイルネクスト30ってレッスンなんだけど、いつも12-8なんだよ、はい、でも一番難しい4-8を足して16にして、はい、今日プレミア30なんですよ。すごい、お伝え忘れてましたっつって。なるほど、そこまですごいスムーズなのに急にクソ難しいのよ。なかなかで終わるっていう。なるほど、ありがとうございましたっつって。レッスン名プレミア30になら今日慣れてない方がいらっしゃらなかったんで、あ、なるほど、多少ね、あの無理したレッスン構成にしたんですけど、そういった ねこともね、楽しいやっていきたいなと思ってます。はい、ということで来週100回いけるかな。そうですね、順調にいけば来週100、順調にいけば ね、はい、うん、ということ です。来週もね、あのドライブで楽しかった、ありがとうございます。ぜひね、今後ともよろしくお願いします。お願いします。まあ、寒くなってきたんでね、お体気をつけて、はい、お過ごしくださいませ。怪我とかね、気をつけてください。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week。 はい、おやすみなさーい。バイバイ。